ちは、キング TV スタッフのトミです。今日はモグちゃんがちょっといないんですけれども、なぜかっていうと今韓国に行ってるんです。なので、助っ人を2名呼びました。ネジとヌちゃんです。どうもこんにちは。今日は2人に、助けてもらいながら新大久保のチキンを食べ比べをしていきたいと思います。イエーイ。韓国にいるモグちゃんからこんな画像が送られてきまして、めっちゃ美味しそうにチキン食べてる。いや、めっちゃ美味しそう。ね、ずるいじゃん。腹が減ってしょうがない、ね、今日は新大久保にあるネネチキン、しんちゃん、カンホドンチキン、おしぎ庭チキン、グンネチキン、全部で5店舗集めてきました。2人ともチキン好きですか？大好きです。たまらず1ヶ月に1、2回は食べる。そんなに食べるんですか？好きなんですけど、ちょっとダイエット中で幸せに食べるとゼロカロリー。それよく言うデブのあれです。おい。よく言うやつ。ネネチキンからフライドチキン、チーズスノーウィング、ハニーガーリックポテト。スノーウィングって何ですか？濃厚なシーズニングパウダーがたっぷりかかってる甘じょっぱい味わいのチーズのチキン。これって全部あの骨付きなの？これ骨付きですね。骨付きじゃないやつもあるんですか？そう、ね、頼めるみたいですよ。最近ちょっと選択できるようになってるから。フライドチキン、うん、美味しい。初めて食べました。このフライドって本当に基本中の基本だね。あ、じゃあカリカリしてて、でも美味しいです。チキン自体になんか塩気は少しだけ入ってる、味薄めかな。でも確かにそんな濃くない感じ。ハニーガーリックポテトめっちゃ美味しいです。うわー、チーズ、チーズの味が味濃い。いや、そうあれ、おー、私クイック、これ好きです。え、これ本当にハニーガーリックなのかな。なんかチーズチーズ感が強い。あ、でもちょっと若干ガーリックあるかもしれない、うん、このチーズスノーウィング美味しいです。意外とこのチーズは大丈夫だった。大丈夫、うん、大丈夫ですね、うん、これは美味しい。あ、ちなみに今チーズの匂い好きだね。喋らせて今広告モデルやってるのがニューイーストとセブンティーンらしいです、韓国では。おー、じゃあもうファンたちがこぞっていきそう、うん、そうそうそう。ネチキンちゃん、なんでネネチキンなんだろう。それ調べたんですけど出てこなくて分かんなかったんですよ、ごめんなさい。ネネの意味わかる、うん、ね、わかんない。で、はい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 、返事してんですかね、うん、ネネチキンちゃんは。え、ちょっと待って、スベった。辛いやつはね、あります。ちょっと待って、順番があるんでちょっと待っててください。はい、次しんちゃん来た、来ましたよ、辛いの。早速炭火焼き超激辛チキン、黒蜜にんにく醤油フライドチキン。ちょっと待って、うわ、これ良いからやばいね。うわすごい、これ辛い、美味しい。でも、結構辛い。辛いですよね。辛い、これ。これ韓国人辛がってるって相当辛くない？なんか、しんちゃんだと辛さの具合を選べるらしくて、一応これ多分一番辛いやつ。あ、そうだから。マジで辛い。汗が止まらん。ストレスの発散にはなる。確かに。辛いんだけど、旨味はある。旨味があるから、汗は濃くけど美味しい、美味しい。黒蜜いこう。黒蜜いこう。うん、おいしい、おいしい。若干甘いのかな、うん、甘いですよ、ね、これは甘いから。普通ニンニク、ちょっといい。辛いやつは苦手な人が多いかもしれないけど、これはちょっと好みが広いんじゃない、うん、すごい辛い。ここはいつ食べるの？ついてます。これは私のせいじゃないです。めっちゃついてる。いつもわかんない。続きまして、カンホドンチキン、イエーイ。ヌちゃんが好きな青唐辛子チキン。カンホドンチキンさんにはカンホドンセットっていうのがあって、好きなチキンと、あとコルベインってあの粒貝とチョルメンがつくセットが、このこれがセットなんですけど、わー、私カンホドンめっちゃ行くけど知らない、そのセット。これ粒貝です。チョルメンって何ですか？チョルメン、チョルメンって何ですか？チョルメンって、いや、わかんない。チョルメンって何ですか？チョルメンだよって会社あります？私今一生懸命チョルメン作ってて、ちょっと待ってくださいね。唐辛子の味しますか？
うん、そのラッキョウがね、邪魔。殻に入ってる。殻？ああ、うん、あ、入ってますね。衣にね、うん。あ、好きかもしれないです。美味しい。これ全部入れるのかな。辛くない。さっきのしんちゃんほど辛くはないけど。辛くない。ちょっとしたピリ辛。うん。食べやすい。青唐辛子って聞くともうちょっと食べれないイメージありますけど、全然いくかもしれない。これ大丈夫かな？私入れすぎたかな？大丈夫大丈夫。結局麺はうどん麺、ラーメン、なんか冷麺はないな。冷麺はないな。冷麺のあのコシコシ感覚あるじゃないですか。あ、どんぐり麺。あ、そうそう、そういう感じだと思います。あ、冷麺のビビン系の味がします。気分似てるわ。あ、飲みたい。では続いて、干し木にはチキン、一番人気のヤンニョムチキン頼みました。わー、定番の味噌。ボリュームたっぷりのチキンっていうところが特徴で、2羽で1匹みたいな味。そうですそうですそうです。2羽で1匹ってどういうことですか？2羽で1匹の値段。お、安いってこと？安いっていうこと。安くて量が多い。お、なんと木板セットっていうのがあって、県内でしか食べれないらしい。あ、そうなんだ。で、今日はその木板セットに入っているサイドメニュー全部集めてみました。ソフトソフト、最近流行ってるチーズボール、チーズスティック、似てるね、チーズボールと。チーズトンカツ。これはすごい。店内で食べればそれが頼めるらしいです。そう、まあ、それをわざわざ集めたの。うん、あ、そうそうそう。チキン食べます。ここです。セルフサービスです。やっぱヤンニョムが一番好きかもしれないです。私いつも選べられないから欲しいで頼んで、2羽が1匹の値段じゃん。だから1匹はヤンニョム、一匹はフライ。ああ、頭いい。じゃあ外外からの。じゃあ外外。いや、私チーズボールにします。チーズボール。たこ焼きみたいな見た目ですけど、流行ってますね。いろんな種類とかもあったりして、中にこうあんこが入ってたりとか。チーズボールなのに。そう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 。え、合うの？チーズに合うのって。合うんですよ。うん、私チーズスティックが一番好きです。初めて食べた。流行る気持ちちょっと分かったかも。なんでこれがまた流行ってんの？うん、昔からあるって聞いたの。うん、僕も小学生の時。どんな前からなの？どんな前からあるんですね。すげえ年みたいな言い方しましたけど。次、グンネ。グンネチキン。グンネオリジナル。グンネ唐辛子バササ。どういう意味ですか？バササはサクサク？サクサクだな。これね、オリジナルはね、揚げてないんですよ。ダイエット中の私でも食べれる。全部食べてるよね、今。美味しい。罪悪感なしでいけるやつ。こっちの方がいい。焼いた方がフェッシュっていう感じ。あと柔らかくないですか？うん、美味しい。うん、このバササコはさっきのカンホドンさんの青唐辛子よりも青唐辛子の味がする、うん、いや、辛くはない。これだ、食べやすい。あ、ソースうまっ。どういうソース？マヨ明太みたいな味。絶対うまいやつやん、うん、美味しい。なんか見た目チリソース、あ、ヤンニョムチキンのソースだ。あ、全然違う。でも美味しそう。うん、美味しいですよ。まあね、さっきヒゲジイが飲みたいって言ったじゃないですか。うん、私できる部下なんで用意しました。やった。めっちゃ美味しそうじゃないですか。これ映えるやつ。映えるやつ。どれが一番好きとかありました？あの、意外とネネチキン美味しかったなという気がする。私の韓国の思い出の味、うん、私グンネチキンのやっぱ揚げてないチキンはあんま食べたことなくて、うんうんうん、美味しかったです。食べても美味しいかも。うん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 。私はなぁ、なんでもカンホドンチキンのでしょでしょでしょ。カンホドン美味しかった。美味しかった。あの青唐辛子チキン、その青唐辛子でいうとグネチキンのあのね、ソースがめっちゃ美味しかった。あのマヨネーズに明太子風のタレ、実際何のソースかわかんないんだけど、そのソースがめっちゃ美味しかった。こだわってますね、いろんなチキン屋さんが、うん、すごい美味しいチキンといっぱい食べ比べしてみました。こんなにあるんですね、新横浜って。ね、本当、なんかこれでもまだ一部で、まだまだたくさんあるんで、ね、今日も最後まで見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた、お願いします。次回の時、お願いします。